一部の国際専門家は、ネイチャーやランセットなど、欧米主要科学医学雑誌が、中京ウイルスが研究室から漏えいする可能性について分析した数十の論文を掲載拒否した可能性があるとして、調査を呼びかけました。ボイス・オブ・アメリカ、VOA は、オーストラリア・フリンダース大学の 医学教授であるニコライ・ペドロフスキー氏の発言を引用して「中国から来る収入がどんどん増える中これらの雑誌の経営陣は中国の機嫌を取ろうとしているのかもしれない」と指摘しました。同教授はまた中国側も自分の支持する雑誌は共産党の政策に従わなければならないと明言している。 ウイルスの起源を疑う多くの論文は審査に送られる前すでにネイチャーやランセットなどの編集者によって迅速に却下されているこのようなやり方はおそらく科学に基づく理由ではなくこれらの雑誌の権力者層が政治的または他の理由による決定に基づいていると指摘しました。 ネイチャーやランセットの編集者らは疑惑を否定しました。掲載する作品の選択は政治的要因からではなく科学的価値に基づいて行われているとしました。今年1月中国武漢を訪問した世界保健機関 WHO の起源調査チームはウイルスの実験室流出説は可能性が極めて低く ウイルスが中間動物宿主を介して人に感染した可能性が非常に高いと判断しましたしかし多くの科学者と欧米国家の政府が WHO の結論を批判し始めています彼らは中国当局が WHO チームによる調査を妨害したため調査を 無価値なものにしたと主張していますペトロフスキー教授も会議的な立場を取る数十人の科学者のうちの一人です科学者たちは WHO の見解の欠陥を指摘した後欧米の主要科学雑誌から敵視されるようになったということですアメリカラトガース大学の 科学、化学生物学教授のリチャード・エブライト氏は、査読されていない一部の論文が WHO の見解を支持していれば、すぐに掲載されていると指摘しました。これらの論文は、世論を誘導し、世界中の読者や視聴者にも影響を与えていると、科学者たちは主張します。 エブライト氏は2020年1月から2021年初頭まで一部の科学者と多くの科学記者らは科学的証拠が自然発生の理論を支持しているという嘘の主張を確立し強化していきましたそれと同時にその嘘の主張が科学界のコンセンサスであるという 別の嘘の嘘主張を強化したた。と指摘しましたしまかしネイチャー誌の編集長であるマグダレーナ・スキッパー氏は VOA に対し「ネイチャーは特定の主張や伝統的な主張に準拠していないという理由だけで論文を却下したことは一度もない」と否定しました。また、編集上の決定は、 雑誌の出版社の商業的利益とは別物だと主張しましたランセットの編集者も同じく出版社の利益は編集上の決定に影響を与えることはないと主張しましたしかし VOA は4年前のイギリスフィナンシャルタイムズ紙の報道を引用してランセットは自社の数百もの学術論文が中国政府の デリケートなな話題に関わるるためめ中国でではアクセスできいいと認めていると認て報じましたまたネイチャーやランセットの出版社シュプリンガー・ネイチャーは中国の教育機関や政府の研究機関と数十の提携関係及び資金援助協議を締結していることも指摘しました。 先月アメリカのバイデン大統領はアメリカの情報機関に対して中共ウイルスの起源をめぐる調査を強化し90日以内に自身に報告するよう指示しました報道によるとイギリス及び他の西ヨーロッパの情報機関もアメリカ主導の新たな調査への指示を表明したということですイギリス紙ランセットや イギリス誌ネイチャーのほかにもアメリカ科学誌「サイエンス」などの他の主要雑誌も批判の的となっています。ペトロフスキー氏は今回のパンデミックによって科学機構が政治的な影響を受けやすいという実態を浮き彫りにしたと指摘しました。同氏はまた中国は欧米の定期観光物に 絶えず悪影響を及ぼすと同時に直接管理できる大量な定期観光物を独自に発行していると述べました。同氏はオーストラリア議会による調査は良い第一歩となるかもしれないとの考えを示した上で最終的には国際的な努力によって解決されるべき問題であると強調しました。 皆さん大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけてどなたでも無料でご利用いただけます登録は簡単この動画の概要欄のリンクを押していただき ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してくださいそうしましたらご自身のメールアプリを開いていただきエポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択くださいメール下方に記載されている URL を押しログインボタンを押してください 再度メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了ですエポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができますでは真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください